成瀬正虎像、成瀬正虎寛文3年5月9日は、尾張犬山藩の第2代当主。初代当主、成瀬正成の長男。母は、森川氏、俊の娘。正室は、徳川義直の生母宗王院の養女。継室も宗王院の養女。子は、成瀬正親、寺屋寺家流、娘。他に養女。官位は、隼人姓。慶長13年、徳川秀忠の呼称となり、4000石を与えられた。慶長19年の大阪の陣に従軍し、12月に義直に仕えるように命じられた。元和3年、義直が名古屋へ入る時に1000石を加増された。寛永2年3月、父の死去により後を継ぎ、8月に従位した隼人姓に任じられた。寛永10年、光友が徳川家光におまみした際には、付き添いとなり、家光から左文字の刀を拝領した。寛永3年と10年の義直上洛にも付き添って、従洛した。犬山成瀬家は、大名クラスの石高を持ちながらもあくまで、尾張藩の不家老であり、大名として認められていなかった。万治2年12月27日に隠居し、長男の正親が後を継いだ。光友は隠居料5000石を与えようとしたが固辞し、この5000石は正親が拝領した。次男の次期龍は寺屋直政の養子となっている。寛文3年5月9日に70歳で死去した。宝甲は官留院一武総務故事。墓所は愛知県名古屋市中草加への3丁目にある城、林寺。寛永11年、狩りを行った義直に、王位が突進してきたのを、鈴木茂之と共に身を挺して防いだ話が伝わる。ありがとうございます。